皆さんこんにちは、タイです。前回トイレの備蓄、簡易トイレの備蓄の大切さをお伝えしましたが、今回は簡易トイレ利用後のおむつ排泄物の匂い対策についてお伝えしたいと思います。簡易トイレは水洗トイレのように流すことができないので、衛生的に扱えて匂い対策がしっかりしているかが重要となってきます。避難所でも自宅でも避難生活が長引くにつれて直面するのは排泄物の匂いだってことを理解していただいて備えていただけたらなと思っています。いつもあるような普通のゴミ袋に入れるだけでは匂いを当然抑え込めません。で、前回もお伝えしましたが、食べ物を食べなくてもトイレには必ず行くことになりますし、排泄止めることできないですよね。また目とか耳はアイマスクや耳栓などで光や音については対処、少なからずできたとしても、鼻を塞ぐことはできないですよね。避難所であれば入浴もままならなくなるので、自分の体臭はもちろんのこと、他人の匂いの問題も出てくると思いますし、匂い対策はね、とっても大きな課題かもしれませんね。ではでは、今回は簡易トイレ利用時の匂い対策についてお伝えしたいと思います。まず凝固剤ですが、凝固剤は素早く排泄物を固めて消臭抗菌効果のあるものがおすすめです。私は2種類買ってみたんですけれども、こちらはですね、凝固剤にはなるんですけれども、抗菌とかね、防臭効果があるものではないですね。はい、ただたくさん入っているので、スプーンですくってかけるって感じですね、これは。はい、で続きまして、こちらの凝固剤なんですが、 7g が50袋入っているタイプで、抗菌、凝固、消臭といった感じで対策もあって、あと吸収ポリマーが使われています。凝固剤は様々な種類がありますが、吸水ポリマーは瞬時に排泄物を固めることができるそうなのでおすすめです。はい、これとってもいいと思います。個別の包装になっていて、抗菌消臭効果が、こういう凝固剤もあります。おすすめですね。そしてあと排泄物を入れる袋なんですけれども、こちらもですね、やはり防臭効果のある袋をぜひ備蓄していただけたらなと思います。これはですね、30リットルが20枚入って、防臭効果の高い袋っていうものですね。で、そしてこれは最終的にまとめて入れる大きな袋として使おうと思ってるんですけれども、その前に一つ一つのね、小さいお物入れっていうか、お物については、こういうのも使っていこうかなと思っています。ね、おむつ出を袋、個別にね、個別に入れて、こんな感じで、消臭と抗菌の効果がある、こんな袋もあります。1枚出してみたんですけども、
まあこんな30センチかける40センチ、こっちが20センチかける40センチですね。はい。まあこういうね、消臭抗菌効果のある袋で、こっちがまあ M サイズなんですけど、こちらがですね L サイズのものになるんですけど、まあこれもですね、まあこんな感じで、まあ防臭効果の高い袋ですね。これがさっきのこれに比べて、ここが30センチ、こっちが30センチ、40センチ、40センチ、こっちが30センチになるようです。なのでね、こういう、まあ、消臭効果のある袋で、あの二重にしてさらに防臭効果を高めていただくといいと思います。ということで、今回は簡易トイレ利用後の匂い対策についてお伝えいたしました。あってはならないですけども、お役に立てたら幸いです。もしですね、まあ、参考になったと思っていただけましたら、グッドボタンやチャンネル登録ぜひお願いいたします。とっても励みになります。で、今回もここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ではでは、またねー。